はい、黄金世代の鼓動でございます。おはようございますというところで朝のトークやっていきたいなと思います。よろしくお願いします。まずはですが、本日第4回連盟対抗ツイッター杯いよいよ大詰めということで、ベスト8の試合が、各地ですね、日本の全国で行われたかなと思います。はい、まずベスト4に出場ですね、決めた連盟さん、おめでとうございます。まだね、残ってるみたいなので、明日ベスト4が出揃うというところなのでしょうか。 B ブロックの方がね、終わったみたいで、 A ブロックが明日というような形みたいです。はい、さあどこが準決勝に進んだのか楽しみですね。はい、そんなところでちょっと気になったことがありまして、ですね、女子サッカーなんですけれども、新潟の高等学校で総合体育大会の女子サッカー1回戦が行われて、帝京長岡が国際情報戦で52対0で勝ったと。サッカーで52対0ってどんなこと52点入れるって聞いた、いや20対0くらいまでとかは聞いたことあるんですけど、52対0ってなんだみたいな、すごい、始めたばっかりとかなのかな、すごい、多分よっぽどの差ですよね。はい、ちょっとびっくりしたんですけれども、はい、なんでしょうね、まあびっくりです。はい、そんなことがあるんだなと思いました。52対0ってみたいなところですかね。はい、さあ、そんなところでしょうか、びっくりしたところというのは。あとは大きなところでいくと、何でしょうね、大きなところでいくと、まあヨーロッパカップですね。ヨーロッパカップね、フランクフルト優勝して、あれはすごいですね。多分小野選手以来でしょうか、日本人がヨーロッパカップ優勝するのは。確かそうですよね、多分自分の記憶が間違ってなければそうなんですけども、はい、まあ、リバプールのね、南野選手とかもすごいですけれども、まあ、長谷部選手なんかね、もうあれ最高齢ですよね、確かね、ブンデスで最高齢だと思うんですけど、ちゃんと試合にも出てということで、まあ、やっぱりこうしっかりね、管理とか、体調ケア、もちろん怪我がないとかの運とかもあるんですけれども、しっかりやっていくといい年齢までやれるんだなというのところで、素晴らしいなと思います。はい、まあ、なんだかんだ言ってね、やっぱり体調の管理というのが一番大事になってくるというのと、怪我をしない体作りと、まあ、あとは運もありますよね。どうしても試合中ね、不慮の事故っていうのに巻き込まれたりすることもあるので、まあ、やっぱ怪我しないことっていうのが非常に何事も、まあ、なんで社会人でいけば病気をしないというところ。そうすると日頃から節制しててもどうしてもね、病気になってしまうことっていうのもあると思うんですけど、まあ、体調管理がいかに大事かっていうのをね、やれることとしたら体調管理で、まあ、あとは特定のやっぱりそういうのに巻き込まれない強さというか、そういうのもね、必要になってくるかなと思うんですけれども、まずはね、世界各地すごいことが結構いろいろ起こってるなと思います。はい、そう、フランクフルトの優勝もすごかったんですけど、シュッツガルトの残留のシーンって皆さん見ました？あの遠藤選手がヘディングシュート決めて残留が決まったっていう瞬間に、もう優勝したみたいな感じでスタジアムからファンが流れてきて、ブワーってすごいことになってましたね。多分 YouTube かなんかどっかで多分見れると思うんですけども、すごいなとは、もう残留決まっただけでうわーなんてね、めちゃめちゃ喜んだりしてましたが、はい、皆さんね、あのシーンちょっと結構感動的だなというか、すごいなと思ったので、はい、もしよかったら動画でちょっとねチェックしていただければと思います。はい、まあ、国際サッカーというか、国内のサッカーはね、そんなか、海外のサッカーはそんな形で、いよいよシーズンがね終わっていくという形なんですけども、シーズンが終わって6月からはなんと日本代表4連戦がね待っているので、まあ、ブラジルの試合とか見れますから、テレビでやるんですよね。だからキリンチャレンジカップの方ですよね。はい、どんな試合がねあるかというところ、すごい気になるなというような気がします。はい、あとそんなところですかね。皆さん、あとはこの連休明けいかがお過ごしでしょうかというところなんですけれども、まあ結構最近はね、日常的にこう人がいっぱい溢れて、どこもね混んでるかなというところなんですが、
戦いの方に目を向けていきますと、まあ、連盟対抗戦とメダル集めというところで保つ2でしたね、今回ね、イベントミッションねこちらクリアして、まあ、全然やってないんですけど、まずあの周回の保つは1個取れたんですけど、こっちの保つを取らないといけない。はい、これねドリームポットで、夢玉も動く、もうちょいですね、あと行動力だけなんで、まあ、クリアできるんではないかなと思います。はい、さあ、そして、連盟対抗戦が来ているというところで、まあ、周回ねひたすら頑張っていくというような形で、もう終わった方いらっしゃるんですかね、結構残ってるんですけど、全然多分こっち取ってないんじゃないかな。はい、皆さん取りましたでしょうか。こちら、旋風メダル、そうこれね保つまでは取ったんですけど、こっちやばいっす、何も取れてない、全然やってない全然やってないからやらないといけないんですけど、はい、まあ、ちょっとねあのハートランドのだけはちょっと届きましたけど、はい、全然やってないんで、まあ、ちょっとやっていきたいなと思います。はい、さあそんなところですかね。あと意外といろいろ変わってて、コーナーキックフリーキックのところもそうなんですけど、ここですねちょうど強襲一番変わったのがこちらですね、この1日3回のメダルのやつのスキップなくなったんで、ちょっと気をつけなきゃいけないのが、今スタミナがないんであれなんですけど、これ無限にいけるんですよね。あ、3つこれ取ってないのか、ちょっと待って、なんかいけるやつそうこれね、あの回数がないので、バンと前は1日3回だったのが確か無限にいけるようになったと思うんで、そうなんですよ、その辺がねちょっと便利になってるかなと思いますので、あとクリアしやすくなったということで、その辺もねやりやすくなってるのかなと思いますんで、まあなんか夢玉を消費してメダルをね集めたり必要なくなったので、まあ、行動力の部分がある限りは、スキップできるというふうになったのは良かったんじゃないかなと思います。まあどちらにしても今潜在覚醒してもスタート立てなくなっちゃって、去年はねまず潜在覚醒をするっていうところができるようになるといいなというようなところでしたけど、今はこうねまず試合に出るっていうのは、まあ、やっぱりいろいろ聞いてるともうゴールドとかプラチナ帯でも4突揃ったデッキ当たり前になってきているとか、まあ、結構な7割8割の選手が4突になってきているのが当たり前だよっていう話もよく聞きますので、まあ、やっぱりまずは潜在覚醒はできて当たり前、そこから4突がいかに、まあ、突数が多いキャラクターをいかにスタメンに持ってこれるのかが当たり前みたいな感じなので、まあ、潜在くらいはねもしやすくしていった方がいいんじゃないかなっていうところもあると思うんですが、まずはでもここから周年前で、今回キャンペーンの情報とか出てきてないんですけど、新規さんとかって集める気ないのかな。まあ今もう新規さんを集めてもハードル高いですよね。この新規応援キャンペーンのキャラクターが4突で配布されてたらまた別だと思うんですけど、だっていきなりこの辺のキャラクター突るっつっても始めたばっかりの人、過去キャラもないですから基本保つオンリーになるので、今の配布状況が、まあ、例えば優勝で買えば別ですけど、配布状況だけでいけば10個とかがいけてっていうところなので、こういう状況から始めてって、まあ、重ねガチャとかいきなりやらないと思うんですよね、多分ね。新しいゲーム始めた時にいきなり4突するまでガチャをするっていう、よっぽどハマったら4突するまでガチャをするとかってあると思うんですけど、どうなんでしょう、これ人によるのかな。まあでもそれくらいでももう課金する気満々であれば、まあそんなにもう全然問題ないと思うんですが、最初は無課でちょっと入ってちょっとどんな感じのゲームなのか遊んでみようかなっていう人からすると、それハードルが高いゲームになっているのかなというような気もいたします。はい、さあ、最近あとは結構何をやってるかな、結構そうですね、いろいろ自分と戦ったりとか最近よくやってる。だけどこの VS モード結構便利だなとか思って、ちょうど今連盟対抗戦とかも来てるので、このデッキ一つとどんな感じになるのかなとか、似たようなデッキ使ってみたりとか、どっちがいいかなとかやってみたりとか、この VS モードはね結構いろいろ検証するのには、昨日の動画でもチェックでもちょっと出して、ハートランドの、ね、チェックとかでもやってみましたけど、結構やりやすいなとちょっと思いましたね。はい、さあ、そのところで、まあまあまあまったりした、まあ、連盟対抗戦以外は結構まったりしてる、週末なのかなと思うんですけども、まだね5月の半ばというところで、ランクマンが、まあ、ランクマンもまだありますから、楽しんでいければというようなところかなと思います。まあだいぶね若林を抜けやすくなってきてるキャラクターっていうのが増えてきてるのかなと思いますけど、まあでもやっぱり今こうランクマンとかでやっぱチムスキじゃんけんというか、チムスキ揃ってないときついし、チムスキ
がチムスキーさっていうのがね結構ばらつきがまだ目につくのかなと思うんですけど、まあでも69でもね頑張ってねガンガンやってる人たちもいるので、まあチムスキーないからねランクもいいかないっていうわけでもないんだなというふうにちょっと思いました。はい、まあどのねチムスキーを集めていくかっていうのは、まあ結局シューターキーパーに依存するところは結構大きいかなと思いますし、まあ今この宣言してからのまあ基本ドリコでドリフェス以外のキャラクターに関しては25のチムスキーを必ず装備してきているので、結構ね多くの、これフェス以外のキャラクターっていうのは、まあ、デバフと非デバフキャラっていうので分かれるかもしれないんですが、チムスキを単純に集めていくっていう意味だけでは結構早めに75をね揃えることができるのかなちょっと思いました。はい、まあまだ残りネクストドリームありますけども、月曜日ビクトリーノが来てその後なんかまた挟むのか分からないですが、まだねガチャも多分あるかなと思いますので、どういう風にねまず、デッキ組み立てていくかっていうのと、まあ、既存のキャラねどういう風に少しでも活かしながら新しいデッキにねシームレスにシフトしていくかっていうのは一つ大きな、注目ポイントかなと思います。はい、さあ今日はこの辺で終わっていきたいなと思うんですけれども、なんか週末ねちょっと雨になっているところも結構あるかなと思いますが、明日はなんと、です今日はなんとタケヤッキーが来日するということで、ちょっとねタケヤッキーと会いたいなと思うので、なんか動画撮れたらいいなと思っております。はい、そんなところで今日はこの辺で終わっていきたいなと思います。いつもご視聴ありがとうございます。またぜひよろしくお願いいたします。それではまた。